数百億ウォン台の相続税脱税と秘密資金造成の疑いが持たれている大韓航空を中核とするカンス進スグループの超量氏の議会長の逮捕状請求が棄却された。ソウル南部地裁は5日午前11時から約7時間半にわたって、超会長に対する拘束前被疑者尋問を行い、6日午前3時22分ごろ逮捕状請求を棄却した。 部長判事は、被疑事実に争いの余地があり、これと関連した被疑者の防御権を保障する必要があって、現段階で拘束しなければならない理由と正当性をしたためるには難しいと棄却理由を明らかにした。町会長の逮捕状請求棄却により、拘束危機にあった間進むグループ一家三人すべてが逮捕を免れたこととなる。